とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー20周やっていきたいと思います。今シーズンは一つはいいものを出したいところですね。頑張っていきましょう。20周、1回目。おっと、ちょっと待って、誕生周辺来てる。でも黄金さ、やっぱりかよ、今日もなの。旋風に、もうこれはもうつくものと思った方がいいな。誕生主演リフレッシュ2。あー、惜しい、すごい惜しい。リフレッシュはやっぱり3なんだよな。やっぱり3で真ん中のダイナもいいでしょ。で、一番右に重力ある。これもいい。一番左だよな。そこにシナジーがついてればいい。シナジーついてたら最高だったね。まあまあついてないね。オッケー。これもよろしくないです。はい、2周目行きましょう。いい感じだ。2周目。おお、また来た。お、ちょっと待って。え、使えるかもしんない。悪くないな。爆発3で重力、真ん中良くないな。真ん中がちょっとな。そうね、雷でも良さそうな気がするけど、まあそれだと今俺が持ってるやつの方が上なんだよな。多分火力はそっちが出るんだよね。まあいいと思う。こっちは、主要演者がついておりませんね。達人。あ、こっちも真ん中が微妙だな。虚無1でいいよ。黄金、虚無1でいいや。で、エンチャントがリフレッシュ、重力ついてる。真ん中がないんだよ。よくないね。まあ一応ちょっとキープしておきます、これね。はい。おお、今日物いい。いやいや、今日どころじゃない。ほんとね、今シーズン物がいい。出やすくなった気がする、物はね。ただ、エンチャントはまだ問題ありだけどさ。バブルバースター。あー、なるほどね。無限と、クールダウンショットはいいけども、あとがよろしくないね。いやいやいや、でもまあ2つなかなかいいのがつくっていうのは惜しいんじゃない？どう？アーティファクトシナジーか。よろしくないね。次だ。どうだ？あ、なんだこれ。これはいらないわ。はい。防具いらない。影と、あ、影とベールか。あ、若干形が違うのね。ああ、知らなかった。形がね、先端の部分が若干違うんだ。はいはい。見た目ほぼ一緒と思ってたら、あ、違うんだね。まあもちろんいらないけど、次。5回目。おお、今日なんか誕生主演出る。ああ、違う。これ255だ。255じゃないっすか。まあまあ、エンチャーはね、良くないからいいや。で、ベールでしょ？一番右はね。わかった。ベールと普通のやつの見分け方がわかった。先端の部分に矢がついてるかどうかだね。どう？まあもちろんいらないけどさ。はい。あー、誕生周辺255か。まあまあいいや。はい。まあ良くない。これも、ロールチャージぐらい。こっちもまあもちろんいらな。あ、でもね、黄金がいいね。黄金がいい感じだよ。まあまあ、弓のリフレッシュはいらないけども、3がついてるっていうことが評価できるね。素晴らしい。こっちも重力3だしね。使えなくはないんだけど、スポンジかーっていうところですね。重力、弱体か、リフレッシュに虚無ぐらいか。いや、これワンパンで倒していくやつなんで、攻撃エンチャって別にいらないんですよね。
なんで一番右が、あーそうねー、アイテムボーナスとかそこら辺だったら良かったかもしれないかな。惜しい。次どうでしょうか。クールダウンショットのみですね。ダメ。まあ全部ノーマルか、良くないね。はい、次行きましょう。次行きましょう。なんだこれは、なんだこれは、よろしくないね。おお、あ、でも重力がね、黄金でついてくれるっていうことは結構嬉しいんだよね。おお、嬉しい。輝き1。はい、次行こう。はい、おおお、ちょっと待って待って待って、あー、いやー、ダメだダメだ、惜しい。まあまあまあね、最高のやつ持ってるからいいけど、リフレッシュとダイナもいい。リフレッシュダイナもいい。あと2つなんだよな。探してるのがリフレッシュダイナも、重力の痛みサイクルだね。効果力2つよ、ダイナモと痛みサイクル。それがついてるのをちょっと探してるけど、これではありません。クールダウンショットのみ。あー、重力ダイナモクリティカルで、一番左がね、リフレッシュつけばまあ使えたんですけども、ついてない。いや、惜しいの結構あるな今日。調子がいいよ。次がね、10回目です。頑張ろう。10回目。よくないな。夜の棒がワンチャンあるかな。夜の棒、あークールダウンショットがないです。はい、では後半戦いきましょうか。それでは後半戦も張り切っていきましょう。黄金やっぱりいいね。まあ弓にリフレッシュはいらないけどね、武器についてくれ、これは良くない。あー、良くない。達人も欲しいんだ。達人良くないな。良くない。なんか序盤出たやつと似てる気がするけども、これじゃないんだよね。はい、あと9回か。いきまーす。そろそろ何か欲しいところ。お、ちょっと、あー、重力がない。重力ないなー。3ついいのがついてる。輝きでしょ。で、あ、違うわ、これリフレッシュいらないんだ。何考えてんだ。違った違った。まあまあ輝きと、アイテムボーナスで、虚無でいいんだよ。でリフレッシュじゃなくってそっちに重力だ。このレイピア系は重力が一番重要なのよ。それがついてないと良くない。惜しい惜しい。まあまあ防具はいつものごとくついてないよね。ああ、いや、無難に使えそう。いやいや、リフレッシュなしだ。いや、惜しいのが多いね。次。はい、取れば。でもやっぱり黄金にそれがつくか。火炎フォーカスね。クールダウンはありですね。こっちは、無謀に。良くない。なんか良くない方に来たぞ。はい、お、いいんじゃない？骨コンボがここで出ました。あ、力の弓もいいね。どう？効果力のやつはついてないな。骨コンボを頼む。どう？お、重力。微妙。良くない。良くない。火力が全然積まれてませんね。ダメ。ダメだ、これじゃ。違う。はい、無謀1。無謀1か。こっちは、あークールダウンついたね。でポーションバリア1だからね、一応使えるには使えるのよね。あんまり安定はしなさそう。あ、毒フォーカス2か。まあエンチャントあんま良くないね。クールダウンぐらいですね。よろしくない。ゴーストリーは、あー良くないね。ゴーストリーアーマーとゴーストキンドラーどっちか探してるんだけどね、出ないな。はい、次です。来い。
これさ、255じゃなければまあまあ使えた感じなんだけどね。惜しいな。で、こっちも良くない。あと残り3回ですね。ゴーストキンドラー来たけども、エンチャが良くない。はい、締めぐどう。いや、いいのよ、いいんだよ。うん、旋風ついてよかったんだけど、1か。で、輝きがついてない。うん、一番左に輝きがあって、旋風が3だったらね、使えたんだけどな。よろしくない。こっちもダメ。あと2回です。ラスト2回。おっと！また来ましたね。誕生終焉。頼むよ。どう？旋風じゃない、衝撃波1。衝撃波1はいらない、いりませんね。こっちは、あー、いや、今回ダイナモが結構つくから嬉しいんだよね。ダイナモつくから嬉しいんだけども、あー、やっぱり最高のものってなると難しいな。ラスト行こう、ラスト行きましょう。おっと、冬の指先が来た。冬の指先ね、今めちゃくちゃ探してんの。どうだ？違う。これじゃない。横は？ダメですね。はい。今日20周行きましたけども、今シーズンね、物はいいのよ。結構いいものは出るんだけども、最高かっていうと、そうでもないところがあるんだよね。まあ、まだ、あと1週間以上、あと10日ぐらいかな。ありますので、まだまだ周回していきたいと思います。今シーズンは一つは出そう、頑張ります。はい、ではチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。